どうも、スウェーデン編 YouTuber ことおひしょりです。今回はね、Amazon で、ちょっとね、ついにね、買ったものがあるんで、紹介したいと思います。こちらです。ビデオキャプチャー買いました。ファイ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 。いや、ついにね、あのね、ビデオキャプチャーっていうのは知らない人もあれなんだけど、まあ、テレビの映像に出力するこの、あるじゃん、赤、黄色、白の3色コードを、そのままパソコンに変換して繋げるやつなんだよ。だから、なんだろうな、ビデオの映像とかをテレビに出力するのをパソコンの画面に出力することによって、そのままキャプチャできるじゃん。パソコンの画面に出力できれば。そう。で、画面キャプチャできるってことは、直撮りしなくて済むんですよ。テレビゲームが。っていうビデオキャプチャを買いました。しかも、Amazon で一番安いやつ買いました。あのね、みんなでこれ、気になった人は、Amazon でビデオキャプチャで調べて、一番安いのを調べれば、これです。はい。そんでね、結構評価にはね、まちまちで、評価を見たんだけど、やっぱ、外れ当たりがあるみたいで、特に外れが多いみたいで、やっぱ、使い物にならねえとかいうのがすげえあったんだけど、注文してから1週間半ぐらい、10日ぐらいで届きました。中国から国際郵便で届きました。はい。しかもなんかね、テープ剥がした跡とかあったりね。これ俺が言ったんじゃなくて、もう来た時からこんな感じだったんだけど。ちょっとこれね、同梱品を今回は確認していきたいと思います。どんなものが入ってるのかみんな知りたくない？ちょっと、買う人がいたら。だからちょっと、値段はね、2000円以下だった。1000円ちょっと。うん。はい。まずは、何？ 8 ミリ CD が入ってる。8ミリじゃ、8センチ CD みたいな。これでデータ読み込むのかな？これが必要なんだね。Windows 8。俺7かな、多分。だから大丈夫。そして、こういう箱じゃねえ。この板と、板っていうかね。で、本体でーす。あ、意外と綺麗っていうか、しっかりしてる感じはするな。もうこれはあんま使わないかな、俺。よくわからないから。これは使う。うん、このコードを使ってやるかな。はい。で、あとはなんだろう、これは。USB? なんだこれ。これはなんだ？これは何に使うんだろう。ちょっとわからないな。はい、ちょっとね、今の感じだと、こいつの存在がちょっと謎なんですよね。もしかしたら、この本体の充電器の可能性があるね。この本体、ちょっとここ開けてみようか。ここに多分刺すんだろうけど、多分この本体自体が充電が必要なのかもしれませんね。知りませんね。はい。そうだね。この本体に充電が必要なのかもしれない。ただ、日本語の説明書とか、日本語の記載は一切ないですね。これはもう Amazon のレビューとかを見ながら、Amazon の説明を見ながら、もうやるしかないね。ただネットで調べてやるしかない。この 8mmCD は、8cmCD はこんな感じ。俺これがめっちゃ好きなんだよ、このサイズの CD が。はい、USB-DVD-R ね。DVR か。まあこれをとりあえず使って、これをパソコンに読み込ませればいいのかな。多分ね、何もしなくても多分、普通にこれを接続するだけでできると思うんだけど、今からちょっと、うん、試しになんか、なんだろうな、プレステ2かなんかの映像でも、パソコンに読み込ませて、あ、セガサタンでしょうか、わかんない。なんか読み込ませて、ちょっとこれからやってみるんで、またやったら、報告いたします。はい。ということで今回は、ビデオキャプチャーを Amazon で一番安いの買ってよっていう報告動画でした。以上、サネイチでした。バイバイ。Please subscribe.